風がピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、中西です。よろしくお願いします。マスターリーグディビジョン2第12節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。試合開始の笛です。果敢にスライディング、前が空いた。コーナーキックです。ジャンプ。5分経過。スペースができている。いいパスだ。スローインです。スローインです。最後のところで崩せない。ここからどう攻める。シュート。ボールが宙をさまよう。もう一度見てみましょう。蹴り込んだ。彼は本当に スローインです。これは拍子抜けするようなプレー。前半30分経過。抜かれた。
スローイン。一旦サイドチェンジ、よく見ています。華麗なパスはシュート、外してしまった。これは決めなければいけない。いきなり始まるドリブル、オフサイドはない。コーナーキックです。さあチャンス到来。スローインです。おっと、前半終了の笛です。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は1対0。さあ中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、攻撃ではもっと前線に球を作るようなプレーが欲しかったですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後の試合をお楽しみください。後半戦キックオフ。華麗なドリブル、走り込んできた。さあここからどう攻める。ハイボールを競り合う。頭でつないでセンタリング、空中戦、シュート。ここはいいディフェンス。これはゴールキック。なかなかゴールを割れません。サイド、さあこのまま攻め上がれるか。カットできるのか。スペースができている。シュート、ゴール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 。ダイナミックゴール。攻撃の手を全く緩めません。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。
攻める。シュート、大きく前方にクリア。交代選手がウォーミングアップを始めたようです。ワンツー、スペースを使う。オフサイドはない。シュート。インターセプトを狙う。折り返す。ナイスファイト。ここで試合終了のホイッスル。接戦をものにしました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。はい、非常に見応えのある試合でした。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。